石川県鹿島郡の範囲鹿島郡は石川県の郡。ここでは前身に当たる野戸郡についても記述する。人口16,305人、面積89.45平平方メートル、人口密度182人、平平方メートル、以下の一丁を含む。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は上記一丁のほか、下記の区域に当たる。 当初は、能登軍という名称であった。元は、越前国の一軍であったが、養老2年5月2日に、白衣軍、藤岸軍、鈴軍と共に分立して、能登国となり、七尾二国府が置かれた。天平13年12月10日から、天平法事元年までは、越中国に属した。後に、鹿島軍に改名した。 古代の軍域は、後の風月軍の中ほどを東西に走る稜線の南側までを含んだと考えられている。1、七尾町に、良木村3、鹿島路村4、小祖村5、野戸部村6、鳥屋村7、滝野村8、越路村9、南大道村10、北大道村11。 崎山村12、東ず村13、八田ご村14、徳田村15、西港村16、橋村十七、17、航海村18、相馬村19、辰留浜村20。 赤倉村21、金ヶ崎村22、笠市保村23、豊川村24、熊木村25、西岸村26、東島村27、中野島村28、西島村29、金丸村30、石崎村31、中島村。ありがとうございます。